今日は柏ふれあい桜祭り、その名の通り、桜が見事に満開で、天気予報によりますとですね、昨日までは雨でした。で今日は晴れて、明日もちょっと雨になりそうです。今日だけで見事に晴れていただきました。この下でですね、元気よく踊らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。気をつけ、レイ、よろしくお願いします。クマエ、私たちの生活に多くの恵みを与えた海も、時に気まぐれないたずらをする。自然の力の前では無力だった私たち、想像をはるかに超える波の力に、逃げることすらできなかった人々、危うく難を逃れ、木の実木のまま逃げ惑い、やっとの思いで助かった人たちも、たどり着いた先で全てを知り、大切なものの多くをなくし、決して忘れることのできない深い悲しみ、ただひたすら祈る。会場の皆様に礼。ありがとうございました。ありがとうございました。4年前になりますけどですね、東日本大震災という大きな地震がありました。
そこでですね、数多くの方がお亡くなりになりました。大変悲しいことです。で4年も経つとですね、自然の恐ろしさ、津波の恐ろしさなどを忘れてしまいがちですがですね、後世の人たちに津波の恐ろしさをお忘れさせないためにもですね、この曲をですね、マイランは踊っていきたいと思います。